はい、えー、今回、熟成さんからご質問いただいたので回答していきたいと思います、えー、もともと趣味で始めて YouTube はもうすぐ登録者数9000人ほどいきますがまだこれといったバックエンドが作れておらず <laughs> マネタイズがうまくいっていませんと今は LINE アットにリストを集めてプラットフォームを使ってファンクラブも運営しています無料プラン350人すごいですね有料プラン月額が3人とっていうことですね。 で僕だったらどうするかっていうと正直ここのマネタイズは広告収入でいきますね、うん、要は何でかっていうとそもそもその,、うん、こ,のしこれを売ってくっていうのは僕はちょっとビジネス的に難しいのかなと思うんですよ広告収入だったら別にいいと思うんですけど こっから集客して、このジャンルで商品を売っていく、無料でいいじゃんって話なんで、だ無料の,あのコンテンツを増やして、いろんな訴求で、えー、コンテンツを増やして、再生数を増やして、で、えー、広告収入でマネタイズする。じゃあ、その広告収入が、えー、10万ぐらいになったとします、仮定してね。で、それをネットビジネスの層に売っていくってことですね。顔出し不要。で、えー、例えば YouTube の運営方法。 で僕が実は裏チャンネルで誰にも非公開でやっている裏チャンネルが実験で始めたんですけれどもそれが爆発的なアクセスを集めてますでアナリティクスのデータとかも見せられると思うんでで、レター書いてであの YouTube を始めて一番の問題点っていうのが多分、えー、多くの人がアクセスを集められないあとは顔出しができないとかね あるニッチなジャンルで爆発的にアクセスを集めてこっそり稼ぎ続けているこの僕の YouTube のノウハウを今回公開することにしましたみたいな感じでその YouTube の裏チャンネルで何やってんるのかっていうローンチというかそれで打ってきますねだこっちの結果をもとにこっちの層にぶつけていくってことですこれが昔その今年か今年熟成産のモーリーか モーリーとやりましたけども、あの、たった7本で30万みたいな。30万円稼ぐみたいだったかな。そういうコンセプト。たった9本かな。たった9本で30万稼ぐみたいな。もう、モーリーが作ったチャンネル、1本100万回ミリオンを回してるんですけど、だそれを武器にして、それを武器にして、こっちで販売していくってことですね。で、それ結論に言うと、それすげえ反応良かったです。うーん。 だってもう,もう、多くの人の悩みじゃないですか。YouTube 始めたけどアクセス来ねえとかね。顔出しできないとかね。うんだから声だけでいいですよっていう。ただめちゃめちゃニッチですみたいな。で、多くの人はこの、これを戦略的にやってる人はいないですみたいな。多分ね、このジャンルは戦略的にやってる人多分あんまいないぞ。<laughs> で、なんでじゃあこのチャンネルを成功させることができたのか。 それはネットの知識だったりとかマーケティングスキルこういうふうにやれば伸びるだろうなっていう予測そしてその検証それを繰り返した結果いったわけだと思うんでだからこっちでもね対イするよりかはもうこっちの層にその方法を売っていくっていうので僕はやりますねでこっちの方はこっちの裏チャンネル秘密で回してる裏チャンネルっていうのはうんあのフリーコンテンツをとにかく大量に作って えー、大量というかしっかりとリサーチした上でどういうのがロングで回るのかどういうのが、まあ、ある程度アクセス集まるのかっていうのをどん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 試していくで裾野を広げていくってことですねうんだから音に特化していろいろやってみるってことですねうんまあ昔僕も作ったことあるんですけどフリー素材みたいなね <laughs> なんかカバの音を取ってねカバの音を取ってフリー素材ですみたいな使ってくださいみたいな <laughs> そう それでフリー素材でアクセス集めていくとか、まあやったことありますけどうんだから多分まあロングでも回りますしだからそのおうんだ何だろうなその今言った通りその裾野を広げると音の裾野を広げていくといろいろあるんですよだからまああのなんだあのお金持ちになる周波数なんちゃら音とかねあと何だろうな 寝る前に聴きたくなる音とかもうもうめちゃくちゃあります探せばうんだからもうなんだな音専門で、まあ、もちろんその、うん、攻めてるジャンルもあると思いますけどもうんなんかその音、うん、音,音にもうちょっと裾野を広げてリーチを増やしていくっていうのでもいいんじゃないですかねもちろん今バズってる理由としては その結構ね、ニッチに攻めてるっていうところがあると思うんですけども、うん。だいや、ニッチに、ニッチで攻めてアクセスを集めた後、今度、裾野を広げて大きくアクセスをもっと集めていく。だから、チャンネル登録者数10万人クラスを目指していくっていう感じですね。うん、もう1万人いくんで、あと10倍すれば10万人じゃないですか。うん。だから、広告収入でいいんじゃないかなと思いますね、ここは。その あのこっちで商品売るっていうことを考えるよりかはどうやって裏チャンネルで10万人作ったのかっていうのがネットビジネスでやってる人の方が絶対興味あるし買うんでしかも顔出し不要みたいな音だけでいいっすよみたいなえ音出せますよねみたいな例えばコップの音とかもありますからねこれこれやってる人、ままあ、なイヤホンかじるおっさんもいたんですけどこれでもいけますからこれだけでもぶっちゃけ超簡単じゃないですか でもこれをどう伝えるかなんですよコップの音じゃなくて例えばなんかその寝る前に聞きたい音シリーズとかこのなんかちょっとねまあまあそれはコピーわかると思うんで <laughs> それライティングわかると思うんでちょっとやってほしいんですけどうんだからまあ今は日チで絞ってあたってそれを徐々に広げていくって感じですかねうん 今、そのドリアカの,その新しい講義、えー、僕、作ってるんですよ。で今、編集してるんですけど、YouTube の話してるんですね。まあ、それもちょっと、まあ、見てもらってもいいと思うんですけど、あのそこで紹介してるのが、まず、なんだ、YouTube の,その、うん、あれですね、なんだあの、とある男が授業してみたか。でとある男が授業してみたのをちょっと紹介してる部分あるんですけど、あの人って今、最初はあの授業でアクセスを集めてたんですよ。で授業をめちゃめちゃ作って。 でアクセス集めてそれで日時で攻めてまあ、ある程度行ってその後はじゃあ何やって今何やってるかっていうと授業してないですよねあんまり今あんま授業してないですよ <laughs> 今最新のが結構ユーチューバー寄りなんですよねうんはいはいなんか直近のやつはわがままを聞いてもらいましたとかね嫉妬とどうやって付き合っていくのかとか <laughs> 大会やコンクールを突然なくなってしまったあなた。うんうん、今、授業系の動画あんま撮ってないですよ、この人 <laughs> そう。歌も歌っちゃってますね。歌も歌っちゃってます。ね、<laughs> 最初、授業から入ったんだけども、直近のやつは授業してないっていうた、あんまりね、うん。あんまり授業してないですね。 で結局じゃあ裾野を広げたことによってどうなったかっていうとチャネルもあの今僕が発見した時は20万人ぐらいだったんですけど今94万人ぐらいいますねだからこの人もうずなんか途中でちょっとね裾野を広げたんですよね、うん、ずっとその日あの勉強にフォーカスしてやってたんだけど途中でちょいちょい違う顔出しもし始めてこういう動画も撮り始めたっていうこれが何年前ぐらいからちょっと少し 変えてきたのかなっていうのがありますけどうんなん,かおなんかこの動画撮り始めただと僕思ったんですけど最初はそんなかったんで動画古い順で並べると多分古いんでとある男が授業してみたの古い順で並べれば分かると思いますね並べてみるとあそうっすね最初とある男が授業してみたっていうのも、まあ、授業しかなかったんですよほとんど ほとんどもう完全授業に絞ってブワー動画撮ってねそうだからこのとある男が授業してみたの歴史を見ていただければいいんじゃないかなとだから今やってる絞ってるところで結構すあのまあある一定層のアクセスだったりとかファンを獲得して裾野を広げていくっていうでそこで広告収入を得て、えー、アクセスとかそういうのもデータあるんでそれをネットビジネスの人たちに売っていく でいいいいんじゃないかなかと思いますね、うん、無理にここでバックエンドだってバックエンドを買うようなお客さんじゃないですよ音を聞きたいこ,こういう音を聞きたいとかいう人がバックエンドを20万とか30万買うのかっていうと結構難しいですねあともう一つあるんですけどもう一つこれやるかやらないか別としてあの女を落とすみたいなあの お女性ファンを大量に獲得して女を落とす方法みたいな。その中星明みたいな。中星,中星だったっけな。中星。ナンパ、ナンパしナンパ、中カ、中星。中星だったかな。中星。うん。中星様。ナンパで億万長者ですね。まあ、女で落とすもこれ。これは鉄板で売れるんで。 うん、だから、その出会い系とかに金払うんだったら、ね、あの無料であの女性のファンを大量に獲得できる方法があるよみたいなその、まあ、こ,れここもチャンネルは顔を出さなくてもいいと思うんですけど女性とファンを増やすというか女性との接触というか接点ですねどう増やしていくのかとかその恋愛に関する情報ですよねそういうのをンバン流してそこでは教材は売れます。どうやったら るるようになるのかどうやったら付き合えるのかとかどうやったら女性とコミュニケーションが取れるのかとかねでその一つの武器としてじゃあそのなんか女性との出会いってないですよねとじゃあないからうーんなどこに金使ってるのかっていうと結婚相談所とかもね、まあ、めちゃめちゃ金取ってますよ月3万とか月5万なんか楽天がやってるとこだったかな,な12万とかなんかと結構まあその本当探せばめちゃ高く取ってるとこもありますし 出会いの場所がないからでプラットフォームに金払ってそこに行くっていうのがあるんですよいやいやそんなところに金使うんだったら0円で自分でプラットフォーム作って自分で女集めた方がいいよみたいなね <laughs> そこに金使うんだったら自分でプラットフォーム作って、ね、女性ファンをね大量に獲得していくなおかつなおかつそれが好きな女性を集めていく集客方法みたいな。 これをよくないですかそれが好きな女性を圧倒的に集める集客方法ってめっちゃ興味ありますよね。だってみんなそれができないわけですからそんで出会いのアプリとかに月額費用だったりとか金払っていくわけですからうん僕だったらもう一つの活路としてはそっちでいきますね。そっちはもうしかもマーケットとしては確実に売れます。しかも時代関係ないんで。う 時代関係ないし男と女の問題は一生続くんでもう絶対この市場はなくならないです間違いなくうんだからまあその2つかなと僕は思いますねだからその中,中星様をちょっといただきましてあのんとか様みたいな作って <laughs> あのナンパでじゃなくて YouTube で YouTube でモテモテとか分かんないですけど中星様はナンパで億万長者っていうチャンネル名だから何々様 YouTube で女にモテモテと YouTube で女をあまあちょっとねこれいけるか分かんないですけどちょっと超キャッチなコピーでいくんだったら丸丸様と YouTube でやれる女を探せとかねやれる女を集めるとかね <laughs> これちょっと YouTube のチャンネル名的にちょっと。 アウトかもしれないですけど、わかんないですけど、<laughs> YouTube でやれる女を探すとかね。<laughs> かなりダーティーですけどね。かなりダーティーですけどあ、それいけるんじゃないかなと思いますけどね。もう欲望にドストレートですね。欲望にドストレート直球でいくっていう。<laughs> うん、まあ中星さんはもね、結構もうドストレートにやってますんで、だいぶ。だいぶドストレートにやってますからね。た分中星さんは確か、 月額5万のコミュニティだったかな確か。うん、それが何、何千人だったかなちょっと、あんま見てないんであれですけど、うん、確か5万円ぐらいのコミュニティが何千人。1000人で5000万か5万だと。何百人ですかねじゃあ、ぐらいいんのかなうん。はい。ま、結局、あの、<laughs> マインド話してるんですよね <laughs>。マインド話してるっていうね。 まあいいや、まあ、そんな感じで僕だったらこういうふうにしますっていうのを見解を言わせていただきました。ありがとうございます